エンリケタ・ライランズの像、ジョン・ライランズ図書館、マンチェスター・キャシディのボヒ・ジョン・キャシディは、イギリスのマンチェスターで活動し、多くの公共施設の彫刻を制作した、アイルランドの彫刻家、画家である。キャシディは1860年1月1日、アイルランドのミーズ・ケンス・レーンの、リトル・ウッド・コモンズで生まれた。20歳で、ダブリンに移り住み給職し、そこで、世の美術教室に通い、 奨学金を得て、イタリアのミラノに留学した。2年後、イギリスのマンチェスターに移り、そこで生涯を送った1883年、マンチェスタースクール・オブ・アートで学び、1887年には、同校で教鞭を取った。彼は、多くの公共施設の彫刻、特に戦争記念碑を制作し、ロイヤル・アカデミー、ロイヤル・ハイバーニアン・アカデミー、マンチェスター・私立美術館で展示された。 彼は一時、地元の彫刻家、ジョン・アシュトン・フロイドにアトリエを手助けしてもらったことも、あった。彼のキャリアのほとんどの機関、スタジオは、チョールトン・オン・メドロックのリンカーングローブに置かれていた。彼の作品の多くは、マンチェスターに残っており、ディーンズゲートのジョン・ライランズ図書館の例をはじめ、進学に触発された科学と芸術を表現した3人の人物のグループ、 図書館の創設者であるエンリケタ・オーガスティナ・ライランズと、彼女の夫・ジョン・ライランズの白い大理石像などが、その一例である。2020年6月7日、キャシディが1895年に制作した、奴隷商人、エドワード・コルストンの銅像が、抗議者によって、ブリストルの台座から引き倒され、ブリストル港に投げ込まれた。キャシディは1939年7月19日に、 ホエリーレンジのセントジョセフ病院で母子、南部墓地に埋葬された。ありがとうございます。